間もなく、春の嵐が吹き荒れそうだ。4月1日スタートの NHK 連続テレビ小説、夏空への注目度が急上昇している。北海道からアニメーターを目指して上京するヒロイン、奥原夏の姿を描くドラマです。主演の広瀬すず、20、はもちろん注目ですが、朝ドラ100作目の記念作品ということもあり、歴代ヒロインが再集結するキャスティングが話題になっているんです。テレビ誌記者。広瀬の要望役で1996年のひまわりでヒロインを務めた松嶋菜々子、45、が出演するほか、88年の純ちゃんの応援歌から30年ぶりとなる山口智子、54の朝ドラ再登板。氷川まなみ、32は7年のドンと晴れ以来の出演になります。前道。さらに、鈴木杏樹、49も出演陣に名を連ね、まさに美女のオールスター戦とも言うべき、夫人なのだ。これは驚きましたと、芸能ライターの小谷幸典氏も興奮を隠せない。お好きな世代の美女が、毎日朝から、よりどりみどりです。歴代ヒロインが大集合し、世代対抗、お色気バトルロワイヤルを繰り広げてくれるというわけだ。20代は、もちろんヒロインを演じる広瀬。ずっと彼女の父親のような気持ちで見てきたのに、この1から2年の成長度にはドキドキさせられっぱなし。赤組の司会を務めた大晦日の NHK 紅白歌合戦も話題になりました。前道。小谷氏がそんな彼女に期待するのは、北海道時代のこんなシーン。ヒロインがお世話になっている柴田牧場で乗馬するシーンがあるようですが、激揺れするでしょうし、広瀬さんの乳搾りシーンなんてあれば、もうその言葉だけで、かっこ笑い。氷川まなみは、長身で、手足が長い。30代の氷川にも、期待が高まる。169センチの長身で、手足の長いしなやかボディが、彼女の強み。その美脚ぶりは有名ですから、彼女が登場する新宿編が今から待ち遠しいというお乳さんファンは多いはず。前道。最近はインスタグラムで話題になった彼女だが、特に昨年9月にアップした鉄板焼肉店での一枚。高級そうな霜降り肉をカメラに向ける氷川の胸元から、柔らかそうな谷間が、かっこ笑い。芸能記者。一方、最近はすっかり母親役が板についている松嶋も、美しさが加速中だ。立ち姿、一つ一つの所作が美しく、ああ、もし、あの細く長い指で、あの美脚で、みたいないけない妄想で、ストーリーが頭に入ってこない可能性もありますね。前室の小谷氏。彼女は、3月6日に行われた第1週。完成試写会に広瀬と共に出席。V ネックから白く透き通るような美肌が覗く白、ワンピース姿で、大人のフェロモン満載でした。前室のテレビ誌記者というから、目が離せない。鈴木杏樹は、石田ゆり子と並ぶ、アラフィフ美魔女。49歳の鈴木杏樹も、実は現在、同い年の石田ゆり子と並ぶ、アラフィフ美魔女として注目されています。日本テレビ、ZIP の金曜 MC を3月いっぱいで降板。夏空では、杏樹ロスのお父さんファンへのサービスが期待されています。前道。そして50代の山口。演じるのは、かつて、伝説の劇場、ムーランルージュ新宿座で、人気ダンサーとして活躍した、おでん屋のおかみ。セクシーなダンスが回想シーンに登場するのでは、小谷氏。もう、夏空の高視聴率は約束されている？